はい、お疲れ様です。マッピーです。チョゴマパレード新ゴマップ回していきます。今回の新チョゴマ、マゴマのメドゥーサですね。まあメデューサとも言うのかな、ドゥカデュカドゥカドゥカ気になるんですけど、進化と投下ありましてね、進化のメデューサがね、あ、今デュっつったの俺、まあ、ドゥでもデュでもいいか、進化のメドゥーサがですねなかなか反響ある性能してまして、というのも初めてっていうわけでもないんですけど、マナグリの永続バフを持ってるんですよね。まあ A ゴマだったらスナイフィルで、 S ゴマだったらキルアっていうコマがあったんですけど、キルアがね永続バフにしてはまあしょっぱすぎるっていう中、このメドゥーサはねなかなか使える性能というか、普通に使っていけるような永続バフを持ってるということですね。まあ超ゴマだけあるね。で10日の方はアビスっていう感じなんですけど、まあ見ていきます。はい、進化のメドゥーサですね。こちらが永続バフです。自分の敵の駒が全て魔属性の時に発動できて、表になってる間自分のマゴマのアタックが 1.2 から 1.4 の間で上昇して HP が減少するほど効果が大きく、でコンボスキルがアタック 1.8 倍かけつつ通常攻撃ダメージの 15% 分 HP を回復するという補色ですね。で、これなんですけど、強いか弱いかで言うと、まあ強いとは思いますね。で使うんだったらばマナグリデッキで使っていくっていうのがベターかなというところで、エントマリーかマスティマーだと思うんですけど、個人的にはマスティマーの方が合ってるかなっていうふうに思いますね。やっぱエントマリーはリーダーが S 枠でね、このエントマリーでなった時にメドゥーサを割くっていう余裕もねちょっと聞きにくいですし、あと、やっぱ打たれ弱いんでね、なんだかんだ、殴る力は非常に高いんですけど打たれ弱いんで、こうどっちかっていうとエントマナグリっていうのは速攻量みたいな感じでもう X バンバン打ってってね、削っていくっていうのがいいと思われるんですが、メドゥーサはね永続バフってなったらやっぱこう継戦能力が問われるんで、捕食マナグリのマスティマーリーダーの方が S 枠のね圧迫も1枠エントマリーリーダーに比べると、枠が多いっていうのもあるし相性がいいかなと思いますね。ただ捕食マナグリの方は捕食マナグリの方で HP がね結構やっぱ回復していくんでね、 HP が減少するほど効果が大きいっていうこのバフの恩恵を、受けづらいところはある。ただ逆に言えば HP がめちゃめちゃ削られた時にメドゥーサが場に残っているとね、その分捕食を大きく行うことができるので、相性は悪くも良くもいいんじゃないかなと思いますね。悪い部分も少しあるかもしれないけどいいとは思いますね。で、はい、ただね他の S バフゴマに比べて決定的に違うところがありまして、例えば祭りとかミューズとか、ジリアンとかに比べてですね、このメドゥーサ変身スキルがないです。ジリアンについては変身でもないんですけど祭りミューズですね、祭りミューズに比べて変身じゃないんですよね。で祭りとかミューズってのは自身に 1.4 なり 1.5 をかけて、で次のターンにもそのバフが乗っかって、で変身した後には永続バフになってるっていうものなんですね。ただメドゥーサその点それがないと、つまりメドゥーサ自身に火力があまり伴わない。ミューズとか祭りっていうのはもう出した瞬間にね、あいつらがちょっとアタッカーみたいなとこあって強かったりするんですけど、メドゥーサにはそれがなく、さらには次のターンにね 1.4 なり 1.5 をこうバトンできるような性能でもないので、めちゃくちゃ強いとか壊れとかじゃないと思いますね。祭りとかミューズっていうのはめちゃくちゃ強いに入る部類かなと思うんですけど、メドゥーサはねなんか絶対ないといけないっていうほどでもない気もするんですけど、ただ捕食マナグリ愛好家の方々はね狙っていいかなと思いますね。捕食マナグリ使っててメドゥーサ持ってたら、入れときゃいいかなとは思いますね。ただめっちゃこう絶対狙わないといけないとか、なんか環境を破壊するような性能ではないのかなっていうふうには思います。わかんないけどまあでも抑えられてる感ありますね。ちゃんとこうこれが例えば変身スキルで変身前は 1.3 だったり 1.4 を2ターンかけつつ変身後にこの性能になってたりしてたら、それはそれで相当やばかったかなっていうか、捕食マナグリというかそのマナグリでねあんまりバフはくれないっていうのは、やっぱ魔属性だからっていうのがあるのかなっていうふうには思いますけど、はい、コンボも捕食ついてるし、これも捕食マナグリで使ってくださいっていう感じです。一応でもアタック高いんでね、変身とかはないけどメドゥーサ自身これ 1.2 が最低でもかかってくれて、最速で出せればっていうところがあるから、ね、そこにね例えばマスティマの捕食とかもつながっていくんで、
まあ、返信はなくて本当に良かったなっていう風に逆に思ってますね。あの返信なくて良かった。うん、良かった良かった。ってことで次10日のメドゥーサですね。10日のメドゥーサスキルアビスのコンボスキルが相手キャラ依存の特殊ダメージですね。アビスの方が1400の毒と1400の吸収してくれます。まあ、めっちゃわかりやすい。でこれねマタンじゃなくてマデッキマゴマ10枚以上の時に発動できるというものです。でコンボスキルが相手のキャラゴマ1枚につき750の特殊ダメージで最大4200を与えることができるということなんですけど、まあ、これはね、まあ、強いっちゃ強いんですけど、あの他の魔の S ゴマに比べたら、まあ、少し控えめな印象もありますね。あの1ターンで4200アドバンテージを取るっていう一見めちゃくちゃ強そうではあるんですが、まあ、1ターンで4500アド取れる犬夜叉コラボの、殺生丸っていうキャラもいてですね、でそいつとステータスもそんな変わってなくて、まあ、一応マゴマ10枚以上っていうデッキ条件で発動できるものの、マゴマ10枚以上のデッキの S 枠っていうのはとりあえずトゥールラが入ってきて、で、まあ、例えば、まあ、リアンツィールとか入ってきたりするわけですよ。エンリルとかなんでもうライバルが非常に多いんですね。まあ、その犬夜叉コラボのね殺生丸はコンボスキルが弱かったりっていうところあるから、殺生丸のコンボがまあ、ちょっと強くなったっていう感じがするかな。まあ、セショウマルでコンボ4200出そうと思えば、コマ総数28枚必要ですからね。で、まあ、スキルはセショウマルの方が強いっていうところなんですけど。まあでもそう、要はそういうことです。まあ、大体コラボゴマぐらいの性能なのかなっていう。まあでもコンボ4200出せるっていうのは、対面、例えばメルベとかフェルノート対面だったらね、すぐ出せたりするから、強い場面も間違いなくはあるんですが、こいつ1枚で環境を動かすであったりとか、あのこいつのおかげでめっちゃ勝てますみたいなことはそんなにないのかなっていう印象はありますね。はい。まあ噛み合えば強いんですけどね。で実際スキルもアビスで暗黒対面以外は非常に通りがいいんで、まあ強いのは強いんですけど、こう、うん、なんかめっちゃ、なんだろうな、まあまあなんか反応に困るぐらいの性能かなっていう感じですね。まあでも獣使いなんで、なんかカップ戦とか獣使いマイナスでマデッキ組むってなったらなんか強そうな雰囲気がするんですけどね。うん、獣使い、魔の獣使いって結構珍しい気がするんで、はい、そんな感じです。うん。なんだろう、ラーメン、なんかちょっとだけ行列並んでるラーメン行って、で、まあめっちゃ、まあうまいっちゃうまいんだけど、なんか、その別に他のとこでも良かったなみたいなそんな印象ですね。まあでもどっちかというと進化の方がインパクトがあるんで、まあ進化の方を使っていきたいかな個人的には。ということで引いていきましょう。で、まあ超駒については、うん、まあ、基本的に持ってない駒は自分はないんですけど、まあ、2体目が欲しいっていうのは何体かいるので、2体目なんか出てくれたらいいなとか思いつつやっております。よろしくお願いします。まだ、あ、メドゥーサが一番欲しいんですけどね。はい、よろしくお願いします。よいしょい。マッカミ。マカミ。あ、マカミってそういえば超マカ。なんか超ゴマの印象あんまなかった。マカミ。2体目欲しいのはね、オイフェとか、あ、いや、オイフェ2体持ってるか。スカファ、あ、クフリンかな。クフリン俺1体しか持ってなかった気する。クフリンはなんか2体欲しいな。まあ、つっても、リドロの方、結局使わないんですけど。さあ、お願いしますよ。ああ、これ出てないね。まあ、音でわかるっていうね。まあ、長年このゲームやってたら音でそこまで出てるかどうかわかるんでね。吸引って言うんですけど。それがなかったんで、まあ、今回のはなかったと。はい。メドゥース。メドゥース。結構捕食マナグリ好きなんで、自分ちょっと引いときたい感はあるけど、まあ、梅雨の季節だしな。梅雨の季節だしな。いっぱいご飯食べてスタミナつけてきた。あおほえ。つまりね、捕食したいってことなんですけど、まあ、実際ね、上振れたらやばい気もするんだよな。だってさ、捕食マナグリっていうか、あのマナグリってアイシェがめちゃくちゃ強いんで、アイシェ引いてこいつも序盤に手駒に引けてたらめっちゃ強くねって思うんですけどそれこそ暗黒の乱体トネルム、乱体ジリアみたいな雰囲気はするよね。はい、 S ゴマ3枚来ました。これメドゥーサ来なかった。2枚目のマカミてか、あのマカミがねたくさん出てきてくれてるってところなんですけど、ちゃうんよね、ちゃうんよね。うん、ちょっとね、やっぱメドゥーサといえば、そのヘビーに、あのメドゥーサのなんか髪、なんかヘビーににらめたら石になるっていう伝説があるじゃないですか。まあ、どっちかというと自分は、あの石になってもいいから、あの星のかけらくれって感じなんですけど、俺の石をくれ。メドゥース
あぶねえ、弾けた、よし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 。ってことで弾けました。はい、うん、10日のメドゥーサ弾けたんで、とか、あ、でもこのサービスあるんで弾いておきましょう。まあ、これでサービスで進化のメドゥーサも弾けたらもう100点です、今日は。あぶねえ、よかった、弾けた弾けた。俺毎月ね、超ゴマ弾くとき緊張するんだよな。やっぱ新超ゴマの動画なるべく出したいけど、弾けなかったらどうしようっていうのがあるんでね。はい、これは、うん、S ゴマ出てないと。まあ、オッケーオッケー、メドゥーサいけたいけたいけた、よかったよかった。ってことで、はい、メドゥーサ、あの動画出していくんで、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あの、今日はね、5月の31日で月末っていうことなんでね、ちょっと超ゴマの動画撮れないんですけど、はい、こいつはちょっと、こいつらはちょっとキャラバンクに、コマバンクにぶち込んで、で、この超ゴマパレードね、引いた時に忘れてはいけないのが、まあ、交換場ですよね。はい、6ポイント。これどうしようか。これどうしようか。HP フェア、HP ブロシアとエリクシール。まあ、HP にしときますか。HP でこれね、ちゃんと忘れないように交換しましょうね。はい、ということで、今回の超ゴマパレード、これで撤退です。ということで、今回の動画、面白かった、参考になった動画ありましたら、高評価、チャンネル登録お願いします。メドゥーサの動画も出すんでよろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。